キングダム・エデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシス・ジャパンまたラブ・クリエーションという創造論団体の会長をしておりまたミトダイ聖書バプテスト教会の牧師をしていますここのところ動物学から特に昆虫について学んでいますけれども今日はその11回目ですね甲虫について 考えていきますところで、えー、少し話題は違うんですけれども先日韓国に行ってきましたそして泊まっている、えー、部屋から外に出たですねこういうものが落ちていましたパッと見て何でこんな木の葉っぱが落ちてるのかなって思ったんですね。そうしたたら、えー、私の息子と妻もも一緒にいたんですけれども ガダガダと叫んでるんですねで、あの正面から見てみましたいかがでしょうか本当にガだったんですねこれは神様が私に本当に主の素晴らしさを味わわせてくれた、えー、朝だったんですね本当に主は素晴らしいなと思わされました今日も、えー、この宇宙を通して主の素晴らしさを考えていきたいと思います 皆さん夏といえば何でしょうかそれぞれ夏といえばああ,こあだこうだ例えばかき氷を思い出す人もいるでしょうけれどもまたは海を思い出したり山を思い出したりする人もいるかもしれません。これから 夏になって何の季節かというと多くの子どもたちにとってあるいは大人にとってもですね甲虫の季節です。多くの人々が、えー、カブトムシやクワガタムシを取りに出かけるわけですね。これは私の属している水戸第一聖書バプテスト教会の写真です。でこの 写真の看板皆さん見えると思いますね右下の方ですけれどもそのすぐ左側に街灯が立っていますでそのすぐ横に木がちょっと高い木があるんですけれども実はこの木の根っこによくクワガタムシが見つかるんですねまたこの木にはカブトムシがよく止まっていますですから 夏になると教会の子どもたちは教会に来るとすぐその木の根っこを掘り始めるんですねそうしたコクワガタが出てきたりノコギリクワガタが出てきたりまた木を見上げてそしてカブトムシを取ったりですねそういうふうにしてこの木はとても用いられています。皆さんはクワムムシシととかかかカブトムシを取りに行っったたことがあるでししょうかもしよかったら お父さんやお母さんに頼んでぜひ取りに行ってみてください。時期によって取れるクワガタムシも違ってきますし、場所によっても違ってきます。さて、私は先日ですけれどもアメリカの創造博物館に行ってきました。で、その創造博物館には新しいコーナーができていて、それはクローリー博士の昆虫館。 というコーナーですねそこにはたくさんの昆虫の標本が展示してありましたそのごく一部だけを紹介したいと思いますけれども皆さんこれは何でしょうかカブトムシの仲間ですねこれもカブトムシの仲間が一種類だけじゃなくていくつも展示されていましたまたこれはどうでしょうか これもカブトムシの仲間ですねいろいろな甲虫の仲間が展示されています皆さんは名前を知っているでしょうかもし名前を知らなかったらぜひ図鑑など図書館に行けば甲虫の図鑑がありますから眺めてみてくださいそして、えー、虫博士になってみるといいかもしれないですねそういう図鑑を山に持って行ってあるいは えー、野原に持っていってあるいは、えー、樹木の中に持っていってそしてこれは何だろうかって調べていくのもとても楽しいと思います。これらは全て創造主が作られたものだっていうことを考えるとその、えー、本当にバラエティに富んだ甲虫を見て種の素晴らしさを思い知ることができるんではないかと思いますね。この甲虫の仲間 というと、えー、特に虫の中でも甲虫ですね昆虫の中でも甲虫っていうのはどういうものかっていうことなんですけれども甲虫っていうのは、えー、カブトムシを想像していただければよくわかると思います、えー、カブトムシとかクワガタムシとか、えー、カミキリムシゲンゴロウホタルテントウムシゾウムシなどが甲虫になるんですけれども、えー、そういった 甲虫はえ外骨格皆さん覚えてますか外骨格昆虫は硬い殻で覆われているっていうお話をしましたで特にその前の翼ですねえ昆虫は2セットの翼を持っているんですけれどもその前の翼が非常に硬い翼で後ろの翼を普段は畳み込んでその 硬い翼の下に覆っているわけですねで、この甲虫は35万種以上が知られていますで、まだまだ名前の付けられていない、えー、研究のされていない甲虫がたくさんいますですから例えば皆さんがジャングルの奥地に入っていってそして、えー、探そうと思ったら まだ研究されていない甲虫をたくさん見つけることができるのではないかと思いますもし昆虫博士になりたかったらぜひそのようなことも考えてみていただいたいいのではないかと思いますこの甲虫は食べ物も多様ですたくさんの甲虫がいますいろんな甲虫それぞれが違うものを食べるわけですけれども例えば虫を食べるものもいます あるいは、えー、腐った木とかそういったものを食べるものもいますまた糞を食べるものですね皆さん糞を食べたいですか食べたくないですよね糞を食べる、えー、虫もいますまた葉っぱを食べるものとか、えー、腐った肉を食べるものとかまた樹液を食べるものとか菌類を食べるものとかですね、えー、それから えー、蜜を食べるものそういうふうにいろいろ分かれているわけですね花の蜜など食べたりしますで、甲虫のほとんどは、えー、いつ行動するかというと夜行動しますで、この夜に活動することを夜行性というのを皆さんご存知でしょうかおそらくテレビなどでもよく聞く言葉だと思いますねさて、えー、皆さんがもし 昆虫を捕まえてきたら甲虫ですねカブトムシとかクワガタムシとか捕まえてきたら皆さんはどうするかっていうことですねも,もちろん多くの人はそういう甲虫を飼いたいと思うでしょうけれどもであまりたくさんケースの中に入れてしまうと喧嘩してしまうのであんまりたくさんは入れない方がいいと思いますけれども最近では便利なことに虫ゼリーっていうのを売ってるんですね。 ですから、そういったものを買ってきて入れておくと、えー、ちょうどいいように食べてくれます。あまりそのカゴの中が汚れたり臭くなったりしないでですね。であのそういう虫ゼリーが手に入らないようであれば、バナナとかリンゴなどを入れておいていただくと、えー、虫、甲虫は喜んでそういうのを食べますので、そういうふうにしていただきたいと思います。でこの甲虫は、えー、天敵がいないかっていうと、 実はたくさんいるんですねだから夜行動しなければならないわけですねで、例えば鳥に鳥なんかも甲虫を食べますし猫とかタヌキイタチなども甲虫を食べますまたヒキガエルなども食べるわけですねまた猿のいる地方では猿も甲虫を食べますですから甲虫は 夜はできるだけひっそりと木のどこかに隠れていたりですねあるいは木のうろの中ですね、まあ、穴の中に入り込んで外から見えないようにしているわけです。また先ほど言い忘れましたけれどももし虫を捕まえるならば夜行性ですので日中はあまり見つけにくいわけです。ですから できれば朝早くがいいいと思いますねあるいはあの街灯があるところであれば夕方の、まあ、早い時は4時ぐらい、えーまあ、通常6時から8時ぐらいの間に飛んでくることが多いですので、えー、皆さんあのどちらでも良い方向で、えー、探しに行ってみてください。えー、このの写真は、えー、公の仲間ですね 一部ですけれども右上はサイカブトでしょうかね左上はカナブンの仲間でしょうか、まあ、そういうふうにこの背中に硬、えー、い羽根がこうあるものですねこれが甲虫になります。で甲虫は卵として生まれるわけですけれども完全変態すする、えー、昆虫です完全変態って皆さん覚えていますか 以前学びました。完全変態っていうのは卵から帰ったらまず幼虫になってその次にさなぎになってそして成虫になるそういう昆虫のことを完全変態する昆虫と話しましまたで。この甲虫に関してですけれども卵から帰って幼虫の時期ですね甲虫によってその期間が違います。 数週間ぐらいのものから12年ぐらい長いものではですね土の中で幼虫としして生活します多くのカブトムシは5年ぐらいでしょうかねそういうふうに土の中で虫幼虫として生育してそしてその後蛹になります。で蛹になって数週間蛹の状態でいるわけですけれどもその間に 草薙、えー、の、まあ、殻の中では完全に、えー、成虫の体に変わわっていくわけですねそして、えー、成虫になってその殻を破って出てくるわけです。で成虫になったら、えー、数週間短いものはですね数週間長いもので数年生きるわけですね。で あの大抵あの数週間しか生きないものは卵を産んだら、えー、死んでしまうということが多いです。ところでこの甲虫の素晴らしいことが一つありまあたくさんあるんですけれども一つだけ大きな特徴をお話ししたいと思います。それれは甲虫の羽なんですけどども先ほど 前の羽ですねそれが硬い殻に覆われているという話をしましたで羽は昆虫は2セットあるわけですね合計4枚の羽を持っているわけですけれども甲虫に関しては前の羽が固,い固くなっているということをお話し,しましたで、この硬い羽のことを小子というふうに言います小というのは鞘という字ですね 刀の鞘を思い出していただきたいと思うんですけれども刀の鞘は硬いもので、えー、手で握っても潰れないですよねもし潰れちゃうようだと、えー、刀の刃が手に当たってしまって簡単に切れてしまうのでそういうことのないようになっているわけですけれどもちょうど、えー、その前の羽が硬い鞘のようになっていてその内側を守っているわけですね。 でそのまあ前羽根が少子と言いますけれども後ろ羽根がマ子というふうに言いますその硬い殻の内側にあって、えー、カブトムシだったら茶色い大きくて薄い羽ですね、えー、皆さんカブトムシが羽を広げるのを見たことがありますか、えー、上の少子、えー、がパカッとパカッと開くわけですねそしてそこからビッとこう 薄茶色い、えー、薄い膜のような羽が出てきますで、その薄い膜のようなもので実際に飛ぶわけですねで、今度はその前の小紙の方はバランスを取るために使われるわけですで、この膜紙なんですけれどもどのようにして折りたたまれているのか一瞬でどうしてパッと羽をひら広げることができるのかこれは 実は、えー、非常に素晴らしい折りたたまれ方がしているわけですね例えば皆さんが紙を折るって言ったら例えば4つに折るとしたらただあの半分にしてさらに半分にしてっていうような感じで折ると思うんですね皆さんは大きな地図を開いてみたことがあるでしょうか最近ではその地図が 2箇所だけ持ってパッと開くと簡単にバッと開いて大きくなってまた閉じるとパッとそのまま小さく折りたたまれるという畳畳み方ががされているものがありますこれを三浦折りと言うんですけれどもそれはなぜかというと東京大学の三浦教授がそれを発明したからですねその折り方を発明したからです。で実はですね この折り方と同じ折り方が、カブトムシの羽の折り方なんですね。でもし皆さん時間があったら、その三浦折りの折り方ですね。もしインターネットになど見ることができました折り方が詳しく説明されていますので、えー、ぜひご覧になってください、えー。普通は90度でこう折るわけですけれども、ちょっとそれをずらして、 5.7度の角度をつけておるといいっていうことを三浦教授は発見したんですね具体的には今の簡単な説明ではとても説明しきれませんのでちょっと図を写真を見ていただきたいと思いますねこれが畳まれた状態の写真です少しずつ開いていきますので見てみてくださいいかがでしょうか だんだん広がってきて、開かれていきますよね。でこれが完全に開いた状態ですね。でこれをそのまま縮めると、また畳まれていきます。どうでしょうか。これで完全に小さくなるわけですね。でこういうふうに、私たちがもし四つ折りしたら、 一回開いてもう一回開いてっていうふうにしなければならないわけですけれどもこの昆虫の羽は一瞬でパッと全部開くことができるまた一瞬で全部折りたたむことができるそういうふうに素晴らしい折り方がなされているんですねこれは偶然でしょうか偶然にそういうものができるでしょうか三浦教授は一生懸命研究を重ねてそしてこうやればうまくいくんじゃないかということで 作ったわけですね。でも、それはすでに自然界の中に存在したわけです。これは三浦教授の英知をかん、まあ、知恵を考えると、それは素晴らしいものだと思いますけれども。創造主の知恵がいかに素晴らしいかっていうことを。この、ええ、甲虫の羽は教えてくれるのではないかと思うんですね。この三浦織は素早く開くことができるし。 また素早く閉じることができます。また、えー、簡単に破れないっていう利点もあります。そういうわけで、えー、ぜひ、えー、このミューダ折りを実験してみてですね。そして創造主は素晴らしいなっていうことを実感していただければと思います。さて甲虫の中には、えー、害虫と液虫がいます。 皆さん、害虫っていうのは人にとって害をなす、えー、昆虫ですね。そして液虫っていうのは人にとって液となる昆虫人の役に立つ昆虫ということですね。で特に農家などではこの液虫か害虫かっていうのが非常に大きな問題です。 もし害虫が畑の中に入ってきたらその畑の作物がダメになってしまうからですねで、その代わりに液虫がいるとそういった害虫を取ってくれるそういう役割がありますで、甲虫の中にも液虫と害虫がいるわけですけれどもこの写真を見ていただきたいと思います皆さんこの写真何だか分かりますかおそらくすぐ気がつかれたと思いますけれどもこれは テントウムシですね。この左側の写真は七星転倒ですね。そして、右側の写真が波転倒というえ、テントウムシです。で、このこれらのテントウムシは、えー、両方ともですねアブラムシを食べてくれるわけですね。で、そういうふうにして、畑がアブラムシの害から守られるわけですね。 同じテントウムシでも、えー、畑に害をなすテントウムシもいます例えばオオニジュウヤホシテントウというのがそうなんですけれどもこのオオニジュウヤホシテントウはナス科の植物の葉っぱを食べてしまうので、えー、畑の作物がうまく育たなくなってしまうわけですねで、えー、豆知識としてですけれども、えー、テントウムシで 艶のある、えー、羽をしているものですね外骨格をしているものは液中人の役に立つ艶のない、えー、ちょっとくすんだように見えるものは外中だというふうに簡単に分けられると思われます、えー、ぜひあの点灯虫を見るときにあこれはつやつやしているなとかあこれはくすんでいるなそれで液中か外中かを見分けていただければと思います また、えー、半明の仲間にも液虫がいます。この写真は、庭半明と言うんですけれども、これは小さな昆虫や蟻を食べてくれるわけですね。ですから、こういうのは、えー、作物を作る上で非常に役に立つわけですね。次に、スカラベの仲間を見てみたいと思います。スカラベっていうのは、皆さんあまり名前に馴染みがないかもしれないんですけれども、これは、 え、フンコロガシとか、あるいは、日本にはあまりいないですけれども。ゴライアスオオツのハナムグリとか。あるいは、日本にいる甲虫では、ハナムグリなどが、その仲間になってきます。今、名前を挙げた、ゴライアスオオツのハナムグリ。それが、この写真ですね。で、この、え、ハナムグリは、大きい場合には、十五センチぐらいに。 なります皆さんちょっと手でどうでしょうかこ,のこれぐらいの大きさですね、えー、どうでしょうそういうのが近くにいたらおおって思うんではないかと思いますね。でこの「ゴライアス」って皆さん何だか分かりますか英語で「ゴライアス」っていうと日本語では「ゴリアテ」です。聖書の中の中 第一サムエル記の17章に出てきます17章の4節ですねゴリアテという名前が出てくるんですけれどもゴリアテはどういう人だったでしょうかダビデと戦った非常に大きな背の高い、まあ、巨人っていうと言い過ぎですけれども人ですけれどもおそらく多死傷という病気ですね、えー、生まれた時に指が6本あってそして 身長がどん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 高くなっていくような病気にかかっていたのではないかと思われますけれどもそういうダビデまあ少年ダビデと比べたら非常に身長の高い2メー,ター何十センチかあるようなそういうペリシテ人ですねそれがダビデと戦ったわけです。ダビデはは信仰によってこれは神様の戦いなんだから 信信仰を持って戦ううならば必ずここの大ききいゴリアテに勝つことができるそう信じましたイスラエルの兵たちはもうその巨体を見ただけで恐れおののいてしまっていたわけですけれどもダビデ王は、えー、川で石を拾ってそれを石投げで、えー、石を投げてでゴリアテの眉間に当たってそれで、えー、ゴリアテを倒した。 その話を思い出していいただければと思いますこの「ゴライアス大津の花ぐり」はその体の大きさからゴリアテという名前が付けられているわけですね。でこの「ゴライアス」という名前が付いている花ぐりの仲間ですねあるいはスカラベの仲間はいくつかあの特にアフリカには存在しています。次に 糞転、えー、がしを見ていきたいと思いますけれども皆さんふん転がし、まあ、直接見たことがあるでしょうかあるいはない方もたくさんいるかもしれないですけれどもテレビの映像などでふん転がしが糞を転がしているのを見たことがあるんではないかと思いますね。どううですすかか皆さんそのふんころがしに触触っってみたたいいいとと思いますかちょっとうう触りたくないようなよ そんな気がするのではないかと思うんですけれどもなんでフンコロガシなんか存在するんでしょうか皆さんフンコロガシいてほしいですかどうでしょう実はこのフンコロガシはとても役に立っているんですフンコロガシは昆虫や動物のフンを足と口で丸めてそしてまあまあ、丸い形にしたりあるいはちょっと ナス、えー、型ですねにしたりして、えー、巣のところまで運んでいくわけです。で時には50倍ぐらいの重さのものさえ体重の50倍ぐらいの重さですねそういったものさえ運んでしまうわけですねで。もしこのフン転がしがいなかったならばどうなるかっていうと皆さんが道を歩くとそこら中にフンが転がっている。 どうですか？そういうところを歩きたくないですよねきっと。実は創造主はきちんと考えていて、この糞コロガシに、えー、掃除の役割を与えたわけですね。まあスカラベの仲間ですね。それに、えー、掃除の役割を与えたわけです。で、科学者たちはもしこの糞コロガシがいなかったらあるいはスカラベがいなかったならば 本当にそこら中に糞があって、えー、大変なことになるだろうっていうふうに考えていますそういうわけで創造主はきちんと、えー、虫を作っただけではなくその虫やいろんな動物が糞をしたときにその糞を掃除する昆虫も作ったわけですね私たちはあのー 例えばこういう糞を運ぶような動物なんか触りたくないとか汚いなって思ったりするかもしれませんけれども実はそういう小さいあんまり人から好かれないようなそういう働きをしている昆虫が私たちにとっては大きな役に立っているっていうことを考えていただきたいと思いますね。こ、えー、このの糞糞転がしはこの糞を 巣に運んでいきますそうすると巣のところにいるメスがその糞に卵を産みつけるんですね。でその産みつけられた卵は、えー、その上に砂土とかまた糞がかぶせられたりしてそしてかえー、帰った幼虫はその糞を食べてそしてやがて外に出てきてさなぎになってそして 成虫になって外に出てくるわけですねだいたいフンコロガシは三年から五年ぐらいの寿命を持っていますこのフンコロガシの仲間古代エジプトでは神として崇められていました皆さんは古代エジプト神のスカラベというのを聞いたことがあるでしょうかこの偶像の神スカラベっていうのは このフン転がしの仲間でですねフン、えー、転がしって言ってしまうと非常に小さい範囲になってしまうんですけれども和名でですねでも実際にはそのスカラベという広い仲間がたくさんありますそのスカラベがフン、えー、を転がしている様子が太陽神ケプリと似ているというふうにエジプトの人たちは考えたわけですね太陽がまるで動いてい そしてそのスカラベは巣のところに行くとその卵まあ糞の中からまたスカラベが出てくるこれはあの再生を意味して命がそこから出てくるようなそういうような感じを持ったわけですね。ですから再生とか復活の象徴としてスカラベは神としてあがめられました。 皆さんいかかがでしょうかこの「スカラベあるいは「フンコロがし」創造主がこの「スカラベを偶像として崇めるようには実は作っていないわけですよね。ローマ・人ィトの手紙の一章20二節21節を見ますと「神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方秘蔵物によってはっきり あ、ひ遺物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。こう書いてあります。遺像物によって神様の力がわかる、糞転がしがこの、えー、地上の掃除屋さんとしてですね、糞をきれいに片付けてくれるそういう役割を担っているその創造主の素晴らしさがわかるものとして作られているわけですけれども。 21節を見ますとというのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその無知な心は暗くなったからです。世の中の人たちはこのふんころがしを見てですねこれが創造主の御技だということを知ることができないであるいはこれは神が作ったんではなくて 自然にできてきたんだ。そのように、今日の人たちは考えています。古代エジプトの人たちは、それが復活と再生の象徴として、えー、太陽神・ケプリのような存在である。そういうふうにして、偶像礼拝をしたわけですね。二十二節、二十三節を読みますと、彼らは自分では死者であると言いながら、愚かな者となり不滅な、不滅の神の見栄えを。 滅ぶべき人間や、鳥、獣、羽うものの形に似たものと変えてしまいました。古代エジプト人は、これを神として崇めたわけですね。また、現代の人たちは、これは偶然に進化して出現したんだ。神は存在しない。そういうふうに考えるわけです。25節を見ますと、それは彼らが、 神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝みこれに使えたからですとあります実は二十四節に人が堕落,した堕落していったことが書かれていますそしてその堕落した理由は何かというと神を神として崇めず代わりに作られたものを拝んだからだと言っているんですね最後のところでは作り主こそ しええにに褒めたたえらられれる方ですすアーメンこういういいう閉じられています私たちはこの今日は甲虫を考えましたけれどもカブトムシにしてもクワガタムシにしてもまたカナブンとかテントウムシとかハナムグリとかいろんな甲虫がいます。でそれらは私たちの益になるために本来は作られていると思うんですね。 アダムとエバが罪を犯してこの世界が堕落したときに害虫という形で昆虫もあるべき姿を変えられてしまったものがたくさんいたと思いますそして人に害をなすようになりましたしかし創造主はそれらを通しても私たちがいる世界が実は堕落した世界なんだということを知らせてくれようとしているわけですね 私たちはスカラベを拝んだ古代エジプト人のように神様ではなくて本当の神様この世界を作られた作り主ではなくて偶像を拝むようなことをするならばそれは神様がこの世界を作られた方は喜ばないことですね。えー、私たちはここのパウロがロがーマの手紙で言っているように作り主こそ お越えに褒めたたえられる方です私たちはこの世界をつくりふんころ菓子は本当にその掃除屋さんとしての働きをさせてその役目を与えて作られてそういうように私たちそれぞれも、えー、人によっては大きい働きはできないかもしれませんほとんどの人は人の目から見たら大きな働きはできないかもしれません。でもそれぞれぞが 小さい働きをしていくならば実はそれが主の目の前には大きな働きとして映るわけですねそれぞれが本当に必要な働きですこの私たちの働きをふんころがしに例えるとなんか申し訳ないような気がしますけれどもふんころがしの働きがなくてはならないように私たち一人一人人の目から見たら とるに足りないような働きに見えるかもしれませんけれども、とても大切な働きをしているわけです。ぜひ私たちは、えー、創造主を心に留めながら与えられている役割を果たしていきたい、そういうふうに思います。